はい、できました。あっちゃん特製レアチーズケーキ食べたいと思います。下の台ないからね、なんかねみっともないねんけどね、味はいけると思います。どう味？いただきます。豆腐みたい。甘み少なめで結構いけるいける。味はぽいな。ね、うん。これをこのためにこの前ブルーベリーチーズ。違う、ブルーベリージャムを作りたかったの。日本ブルーベリージャムをね、作ってて。あ、うまっ合う、めちゃくちゃ合う、ブルーベリージャム。これをしたかったからブルーベリー買いに行ったら売り切れとってね。で、うちにあったブルーベリーにて作ってんけどね。まあじゃあもっと煮詰めてトロトロにしてもいいけど、なっちゃんこれぐらいのね、皮とかのザラザラが残ったブルーベリージャムが好きやから。ジャムおいしいやろ。これ大豚のブルーベリーな。うん、おいしい。下のサクサクがあったらね、クラッカーちゃうわ、クッキーをバターで固めてね、台作ったらもっと美味しかったんやろうけど、ちょっとまた今度ね、あの小麦粉を解禁になったら作ります。米粉で作れへんねん。米粉でクラッカー作るの？クラッカーで、あの、米粉でクッキー作ってそっから行くの？自分でクッキーから？あんだけ電話かかんねん。あっちゃんに言ってやらなか？ YouTube やし。また考えましょう。実はね、あっちゃんクッキー作ったことない。お菓子作りの定番はプリンや。そんなの作らない。あんな難しい。オーブンで嬉しがってさ、焼きプリン作ったよ。昔昔にな、かかりし頃に。そうだ。すっごい時間かけてプリン作ってさ、美味しい終わり。美味しいってその名前ね。美味しい。すごいカロリーは高いよねこれね。生クリームとクリームチーズ。うん、おいしい。もうちょっとね、レモンも多くてもいいかも。甘みもうちょっと足してもいいかもわからへん。ケーキね。ちょっと甘み控えめにして、レモンが箱には大さじ1、ね。ネットのレシピには大さじ3って書いてあったから、大さじ3にして。ネットのレシピはね、ヨーグルトも入ってるし、いろんなもん入っててんけど、でもヨーグルト省いて作ってんけど、味はね、まあ、レアチーズケーキ、で、美味しかった。これはありやと思います。またね、これ発展型を作っていきたいと思います。はい、ジャムもね、自作。今度クッキー生地も自作しようかね。そこまでやって YouTuber って言われたらやらなあかんよねということでね、まあ、あのかなりまあカロリーは高いかもわからへんけどもね、あのスイーツとしてはね、いいもんやと思う。美味しかったです。これで今日作った分の半分なんでね。あと半分まだ残ってるんで、また明日か明後日でも食べましょう。はい。ということで、
今日のあちゃんちの晩ご飯の後に出会ったいものはあちゃんズキッチンで紹介した、レアチーズケーキでした。美味しかったです。ごちそうさま。やっぱり自分で作るとね、やっぱりね、あの作る手間も全部見てきてる分すごく美味しく感じてしまうっていうのもね、またあの自分エフェクトがかかってるんでね、これもありやと思います。はい、またあの簡単なんでね、あっちゃんズキッチン見たらね、多分小学生の子でもできると思うね。それぐらい簡単なもんなんで、ほとんど火を使わない、ゼラチンを溶かすときにレンチンするだけで、あとは何も熱も使わないしね、混ぜて冷やすだけなんで、ぜひぜひやってみてください。ではまたね、バイバイ。作り方あっちゃんズキッチン見てね。ジャムの作り方もあるんで、ぜひぜひ見てください。